アメ村はやばいから行くなとか絡まれるとかやばい人がいるっていうことをよく、まあ、特にね夜やばいっていうのをよく言うんで、まあ、山岳公園ですね。結構ね昼間は人が多いんですけど、ちょっとね以前ちょっと有名になったシュプリームの空き巣が被害あった場所にちょっと行ってみようかなと。ここですね。はい、皆さんこんにちは。やってきましたね。まあ、岡山の人、友達がね、よく大阪行った時に雨村はやばいから行くなとか絡まれるとかやばい人がいるっていうことをよく聞くんですよね。で、実際本当に行ってみて何かあるのかっていうのをちょっとね調べてみようかなと思います。まあ、特にね、夜やばいっていうのをよく言うんで、ちょっとこれから行こうかなと思います。というわけで、このね、道をずっとまっすぐ行けば雨村にぶつかるということで、ちょっとねまっすぐ行こうかなと思います。ここはねもう完全に飲み屋街的な感じで、ちょっとねおしゃれなホテルあったりなんですけど、本日の宿泊料金2100円、チェックイン、夕方の3時からチェックアウトが朝の10時。下かな、こっちもなんか、立ち飲みバーみたいなサンディングバーですかね。結構チェーン店とか出とるみたいで、ここ以外にもなんかいろいろとあるみたいですけどね。まだ行ったことないんですけど、女性がタダということで、雨村のど真ん中に10フィートのバスケットゴールがあるか、結構ねディープですね。居酒屋さんですかね。なんで雨村アメリカ村なのかちょっと気になるところですが、ちょっとねまた後で調べてみようかなと思います。こっちが大きな通りですね。このまっすぐ行けば三角公園がある。結構ね、昼間は人が多いんですけど、少ないですね。ここが雨村の三角公園ですね。山岳公園ですね。
はい、というわけでね、まあ何も特にはなかったんですけど、まあ岡山でもあるべき姿かなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、あの以前ちょっと有名になったあのシュプリームの、あのまあ空き巣が被害あった場所にちょっと行ってみようかなと思います。ここからめちゃめちゃ近いんで、ちょっとだけ行ってみようかな。ここですね、この通りにあるらしいんで、ちょっと行ってみようかなと思います。ここですね、結構なんか鉄の網で、あとライトがねついてるんですけど、以前は多分そうじゃなかったと思うんですけど、普通に窓ガラスのあれでやったんですけど、完全防備な感じですね。というわけで今日はねこんな感じでお伝えしました。まあね、そのまあ、岡山の人からしたら、そのちょっと怖い外国人、強そうな外国人がいるからなんかやばいとか、そういう雰囲気で思ってたのかもしれないです。確かになんかちょっと若い人たちが公園とかにいたんですけど、そんなになんか圧力のあるような感じじゃなかったし、普通の若い連中がたむろしてるだけだったんで、まあ昔と今と比べたら確実にね治安は良くなってると思います。はい、というわけでまあ暇があればね、ぜひ皆さんも、行ってみてください。結構ね、あの飲み屋さんとかいっぱいあるんで、結構いいかなと思います。今日はこれで終わろうかなと思います。またね。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。